駅入口駅のシンボルと2番線のホーム北新地駅は大阪府大阪市北区梅田一丁目にある西日本旅客鉄道 JR 東西線の駅である。駅番号は JRH44。駅シンボルは江戸時代に米市場が置かれていた道島に近接していることに、ちなみ稲穂である。駅カラーは茶色である。曽根崎2の地下に位置し、 梅田一丁目のオフィス街、ダイヤモンド地区が北側に、大阪北を代表する、観楽街、北新地が南側に広がる。大阪駅と地下道で連絡しており、条件を満たした乗車券であれば同一駅として扱われ、乗り換えができる。また、JR 西日本で最も低い位置にある駅である。梅田地区の鉄道駅の位置関係。駅名は、 右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。地下道などを通じて、下記の路線に乗り換えが可能である。JR 在来線各線の乗り換え駅である、大阪駅とは別の駅であり、大阪市内発着の乗車券では、本来は大阪市内各駅で途中下車すると普通乗車券は全都無効になるが、当駅では、 大阪駅との乗り継ぎのための途中入り出場ができる。運賃は、北新地駅から、天川崎駅経由で、塚口駅、または、立花駅園までの乗車券の場合、大阪駅発着の場合の営業キロで計算される。大阪環状線の京橋駅大阪駅間、または、JR 神戸線の大阪駅天川崎駅間を含む定期券、回数券では、 大阪駅と同一駅扱いとして、北新地駅でも乗り降りできる。例えば、大阪駅天ヶ崎駅間を含んだ定期券は当駅から乗車できるが、途中の新福島駅で下車した場合、北新地駅から新福島駅間の運賃が別途必要になる。また、大阪駅天ヶ崎駅間を含んだ定期券で天ヶ崎方面から新福島駅まで乗車した場合、 天が方面から新福島間の運賃が別途必要になる。計画時の箇所は桜橋駅であった。桜橋は曽根崎川にかかっていた橋で、撤去後は現在の四つ橋筋を走っていた大阪市電南北線の停留所名に継承され、現在も交差点名や大阪駅の四つ橋筋側の出口名に使用されている。 JR 東西線建設と同時期に駅改良工事を行っていた地下鉄四つ橋線西梅田駅構内には桜橋駅と書かれた乗り換え案内表示まで準備されていたが桜橋交差点から梅田新道交差点の手前にかけてちょうど北新地の北園に沿うようにホームが位置しておりまた地元北新地の商店主などからの要望もあって北新地駅に決定した 駅名発表直後、この決定に反発した桜橋地区の商店主が大阪地下鉄で多用されている複合駅名の例をとって桜橋北新地駅への会場運動を行っていたこともあった。島式ホーム一面二線を持つ地下駅になっている。改札口は2カ所。出入り口は地下街や大阪駅前ビル地下い、大阪市営地下鉄の西梅田駅などと通じる。 地下道に面している。出入り口を含めて地上構築物が一切ないのが特徴である。2011年3月27日に JR 西日本の在来線の駅で初めて稼働式ホーム柵が設置された。これは4、扉車専用で7両分しか設置していないため、設置後は8両編成、または3、扉車を使用した列車の客圧回転車は不可能となり、 2011年3月12日のダイヤ改正で大阪東線経由の直通快速は2 2 3系6 0 0 0番台4両プラス4両の8両編成。3、扉車から3 2 1系または2 0 7系の運用に変更された。端部の1両分は柵が設けられ立ち入りができないようになっている。開閉方法は電車到着時に ホーム柵の扉を開けてから車両の扉を開けるが電車発車時は他の方法とは異なりホーム柵の扉を閉めてから車両の扉を閉めるという方式になっている当駅は駅長が配置された直営駅であり管理駅として JR 東西線内のすべての中間駅を管理している愛子か利用可能駅日中時間帯は1時間に8本停車する 朝夕は本数が多くなる。2019年度の1日の平均乗車人員は5397人で JR 西日本の駅の中では姫路駅に次いで第15位である。また JR 西日本発足後に開業した新駅では最も利用客数が多い。開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。めぐるバスは阪急バスが 運行主体である注釈出店。ありがとうございます。